実際に先方で生かされてるなっていう感覚が持てない。実際に受けた意味あったのかな。を見つけようと思って臨むといいです。今まで考えたことなかったです。どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、就活相談企画ということで、実際の就活生と岡本さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回の動画はですね、皆さんサマーインターンとか、インターンシップとか、セミナーとか、結構参加されてる方も多いと思うんですけど、参加した後の振り返りの仕方がわからないとか、参加はしたけど、あれこれ何学んだんだみたいなところよくあると思うんですよね。で、そういった時の行動した後の振り返りの仕方を今回の動画では扱えたらなと思ってます。京都府立大学3回生の丸田ひなと申します。よろしくお願いします。丸田さんの今の簡単な就活の状況を教えていただいてもいいですか。はい、2社ほどサマーインターンの内定をいただいて、あとは先行なしの先着順のインターンシップに何社か応募して、今7社ほどサマーインターンが決まっております。1社1社も複数の日数なんですか。そうですね、複数の日数が3社、残り4社ほどがワンデーです。で、その今の決まってるインターンの他にも就活のセミナーとかイベントとかにも参加されているんですか。はい、参加しています。先行よりも多くセミナーを受講しております。改めてちょっと丸田さんの方から今の悩みを教えていただいてもいいですか。まずはじめにセミナーやインターンに参加した後の振り返りの仕方についてお伺いしたいです、私自身何度もグループディスカッションセミナーであったり、多くのセミナーを受講しているんですけど、実際に先方で生かされてるなっていう感覚が持てない。そこで具体的な正しい振り返りの方法についてお伺いしたいと思っております。今って参加するときにどういう気持ちで参加してるかってところを伺いたいんですけれども、もしかするとこうじゃないかなと思うのが、こういうのに参加したら勉強になりそうだから参加してみようかなっていう気持ちで参加してたりしませんか。そうですね、役に立つんじゃないかっていうぼんやりとした気持ちで参加しています。 OK です、 OK です。それが悪いわけでは全然ないんですけれども、さらに今の状態からレベルアップするためにこうしたらいいですよっていうところなんですけれども、参加するときに自分のこの課題を解決するためにこのセミナーに参加しよう、このインターンに参加しようみたいに、もうちょっと目的意識を明確にして参加すると、そうすると何が良くなるかっていうと、終わる時にもその目的が果たせるかどうかっていうふうに具体的に考えられるんですよ。今ってなんかいろいろ教えてもらえていろいろ良かったなっていうふうな形であるんだけれども、自分にとって具体的にどう生かすかみたいなところまでは落とし込めていないんじゃないかなっていうふうに思うので、はい、そこの深い部分まで学びを得るためにこれを学ぶぞっていうのを決めて参加するっていうのがまず一つ目のポイントで、あともう一つがですね、3つ改善点を見つけようと思って臨むといいです。今日のセミナーを参加し終わった時に絶対自分が100点だってことはないと思うんですよ。何かしら良くなるポイントは絶対あるはずなんで、3つ改善点をお土産として見つけて帰ろうと思って取り組むと、あ、この時こうすればよかったなとか、そういうのが分かるので、そうすると次に参加するときに目的を持つっていうところにつながるんですけれども、前できなかったここの部分を今日のこのセミナーでクリアできるように試してみようっていうふうに思うと、振り返りと次に生かすみたいなのが連続性を持って一回一回で終わらないで積み重なっていくようになるんで、いいんじゃないかなというふうに思います。目的意識を持ってするっていうことがなかなかできてなくて、振り返りの時間だけは設けていたんですけど、これからの課題だと思いました。もうその行動量が多いっていうのはもうそれだけでめちゃくちゃ素晴らしいんで、その行動の量を質に転換していくっていうためにそちらをいただけるといいかなというのと、あともう一個、例えばインターンとか行くじゃないですか、一日一緒に過ごすじゃないですか、その時にその企業の担当者の人に今日私の一日を見ていただいて、もっとこうしたら良くなるよっていうポイントがあったら、もっともっと成長したいんで教えてほしいんですけどいかがですかっていう風にストレートに聞くといいと思います。そうすると自分の見えてる範囲でのここを改善しようっていうの以外にも、あ、社会人の人見たら私の何気ないこういう行動ってそういう釣り方するんだなとかっていうのが分かると、視座をグッと上げることができるので、自分なりに3つ見つけると、あと担当者にどうすればもっと良くなるかっていうのを聞くっていうのを繰り返していくと、振り返りの質っていうのがグッと高まるんじゃないかなと思います。確かに今まで考えたことなかったですちょっとあの聞くの緊張するかもしれないんですけど、聞けるなっていうタイミングとかで聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。
ちなみになんですけど、僕個人的にワンデイのインターンとかある種のセミナーとかってあんま意味ないんじゃないかなって思ったりもするんですけど、岡本さん的にはどう思われますか？短い期間よりもなるべく長い期間、その仕事の経験を積むっていうことの方が質が高いのでいいんじゃないかなっていうのは、私もしゅんさんと同じように思うんですけれども、ワンデイの使い方っていうところで、こういう使い方したらいいんじゃないかなって思うのは、ワンデイの場合だとその会社のリアルっていうのはおそらく見えない、なんていうんですかね、企画しましょうみたいなイベントとかで実際の毎日やる仕事とは違う、なんか面白そうだなっていうふうに就活生が思う向けの内容が組まれやすくなるんじゃないかなっていうふうに思うんです。いい部分っていうのはその会社に行って1日過ごすじゃないですか、なんでそこで過ごした社員の人に仕事をしてて嫌なことを教えてくださいって聞いてほしいなと思うんですよ。ミスマッチってやっぱどの仕事もやってたらきついなって思う瞬間、ここをこう理解してこう進む、そこのこういう大変さあるけれどもそれでもこういういいところがあるからやろうっていうふうにこうプラスマイナスの差し引きで飲み込んでいくぞっていうふうに決めてると、実際に入社した後に辛いことがあっても乗り越えれるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そこはやっぱりインターンに行くと一次情報が得られるので。確かにそうですね、 OB 訪問とか本音を聞く機会としてはすごくいいっていうことですね。最近就職活動に対するモチベーションが下がっていて、モチベーションの上げ方についてお伺いしたいです。無理に上げなきゃって思ってモチベーションって上がるものじゃないと思うんですよ。なんでそう絶対上げなきゃいけないとかはあんま思わなくていいんじゃないかなっていうふうに思うのがまず1点と、あともう一つそのモチベーションが続くかなって不安になる原因っていう部分が振り返りのところで悩みを持たれてたじゃないですか、でなんで振り返りっていうところがうまく自分の中で納得感を持ってできるように回せてなかったっていう風なところで、頑張って行動はしてるけれども前に進んでる実感が持てないっていう時間を少し過ごしてしまったんじゃないかなっていう風に思ったんですね。ちゃんとこれいいのかな、なんか良くない気がするって思いながら一生懸命走ってると疲れちゃうじゃないですか。そこから振り返りの仕方を変えて、あ、自分にその経験が血肉となって生きてきたなっていうのを実感できるようになると、その取り組みっていうことに対して前に向かって進んでいこうっていうモチベーションが自然と湧いてくるような流れ作れるんじゃないかなとかって思いますし、今までお伝えしたことっていうのを実践していくと結果的に自然と前向いて進めるようにもなるんじゃないかなって思いました。できることを増やすっていうのがモチベーションを上げるきっかけになるかもしれないっていうことですね。やっぱりできること増えたら楽しいですもんね。はい、ということで、じゃあ丸沙さん最後に感想をいただいてもいいですか？振り返りの仕方っていう質の部分に悩みを感じてたので、そこが解消されたのがまず大きなポイントだと思っています。サマーインターンを自分の成長できる場としてどんどん使っていきたいと思いました。より良い就職活動ができるように僕ら応援してます。ありがとうございます。うまくいくと思います。岡本さんの SNS は下の概要欄に貼ってあるので、よかったらフォローお願いします。します。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。